こんばんは。やっほー。こんばんは。あっつ。毎日言ってる。昨日も言ってた。あっつ。暑いですね。本当に本当に。こんばんは。すごい金のマイクが飛び交う。ありがとうございます。やっほー。遊びに来たよ、遊びに来たよ。やっほー、やっほー、やっほー。今日オフだったんですけど、朝からメイクをして、ダラダラメイクをして、夕方くらいに、そうそうだ、外に出ようと思って出て、カフェに行って、行きたいカフェ、ずっとね、コンサートが終わったら行こうと思ってたお気に入りのカフェに行って、で帰りに電車乗り間違えました。はい、東京、昨日一昨日東京にいたんですけど、昨日一昨日東京の電車を乗り回してたんですよ、ちゃんとね。昨日とかすごい電車、東京の電車を乗り回してたのに、新潟に帰ってきて、そう、逆方向に乗りました。え、なんかさ、違うのよ。普通に間違えた。で、間違えたらもう大変なんですよ。そのただ逆方向に行って、で1個その止まった駅に降りてすぐ乗れるってわけじゃなくって、そこからなんか40分くらい次の電車まであるんですよ。やばい、やばいよ。そう、なんか東京はさ、乗り間違えてもさ、すぐにもう3、4分後とかにさ、次の電車が来るのにさ、ね、私その新潟の電車とか使わないんですよ。そう、普段学校とかも電車通学とかしたことないし、そうなんだけど、なんか新潟の電車は一個間違えたら終わりですね、本当に。だし、危なかったのはそので、ようやくその来たって思ったら、なんか乗り場間違えてて、あの1と2、そう2個しかないんだよ、乗り場も1か2しかないのに、なんか、いや、ちゃんと確認したんだけど、なんかでっかく2って書いてあって、はの隣矢印が書いてあったから、2番線はあっちだよっていうことで、ここは1番線なんだと思ってたら、ここが2番線で向こうが1番線だったんですよ。で、電車来てから、え、待って、この時間のこの電車、え、待って、新潟行きって書いてある、え、やばいやばいやばいって思って、そう、めっちゃ大変だった。でもそれに、それはもう走った、頑張って走ったから乗れた。そう、セーフ、おめでとうございます。ありがとうございました、ということだったので、オッケー。そうで、だからその電車を待ってる間にインスタを投稿したり、ツイッターしたりとか、 SNS もちゃんと動かしました。えらい、はい、お洋服かわいいです。かわいいんだよ。そうだよ、このお洋服ね、かわいいんですよ。すごいカジュアルガーリー。見て、この布、この布一枚なの。はい、おしゃべり会でいつか行きますね。暑い中偉かった。そうだよ。え、なんでそんな布一枚に引っかかってんの？違うよ、なんかこう、なんかさ、生地がさ、2枚とかさ、つながってるわけじゃなくて、これこれっていう、そのすごいし、え、これね、セクシーだね。
あのやつじゃないのよ本当は。なんかもっとこうどっちかというと女の子受けする可愛いブランドのやつで、なんかこのなんか、なんかやだな、なんか肩出しとかさっきからコメントとか見なんかなんかそういうわけじゃないんだけどワンピース、そう、これで配信しよう。こうやって配信しよう。いや、あとさ、私グラビアとかやらせていただいたじゃないですかこの間。でもなんかとっても思うんだけど、なんか水着グラビアをしてってさ、ド直球にさ言ってくるのってさ、ちょっとさ恥ずかしくない？恥ずかしくならない？恥ずかしい気持ちにならない？そうですか。なんか私はとっても恥ずかしい気持ちになるんだけどなんで？そう、なんかこう水着グラビアをやったらさ、それでなんかすごい、わあ綺麗に撮れてるねっていう風にさ、なんかステージ上では見れないような、普段見れない表情だねとかさ、そういうコメントなんかいいんだけど、なんか水着グラビアもやってくださいみたいなさ、なんかことをさド直球に言われる、なんかなんかね、私アイドルなんですよ。私はアイドルを頑張りたいと思ってるんです。だからなんだろうな、なんかそのさこうで、なんていうの、依存されたくないというか、なんて言えばいいの、その応援してくれたりする方にとって元気を与えられる存在になりたいから、なんかこうなんだろうな、言葉をどういう言葉を使ったらいいのかわかんないんだけど、こう疑似恋愛の対象として見られるっていうのが、なんか私が嫌とかそういうことというよりかは、その人にとって幸せなのかなって思っちゃうというか、じゃあ私がいつかアイドルを卒業する時もいつかは来るじゃないですか。ってなった時に私に依存してたらどうなっちゃうのって思って、そうだからなんかそうだからなんかこうこのさ、このこれを持ちながら話してるのがめっちゃ面白いんだけど、そうだからなんか本当にね、私はファンの方には幸せでいてほしいから、すごく本当にそれはとっても思ってる。なんか応援してくれる方が幸せになってくれたらいいなって、私がいつも幸せにしてもらってる分、だからなんかみんながさこうね、はるるんから元気をもらっているよっていう感じにねなってくれたら嬉しいですし、まあなんかそれとは普通に違って一押しとか単押しとかってすごくこう熱量を持ってね応援してくださるのはめちゃめちゃ
めっちゃめちゃ嬉しくって、だからなんかそういうことを言ってくれる方がいると、なんだろうな、なんかなんていうのかな、いろんなアイドルがいる中で私のことだけをこう応援してるとか一押しだよとか言うと、すごいなんだろうな、責任感というか、なんかもっと頑張ろうっていう気持ちにはすごく思うから、そうやっぱなんかでもアイドルとしてこう見てほしいみたいなところが、そういう意味である、だから依存なんて言えばいいの、そうでもその水着をやってくださいって言ってくる人って、まあ、依存してるわけではないと思う、なんかでも他の子にもきっと言ってるんだろうなって思うけど、なんかこうまた違うんだろうけど、はい、まあね、ちょっとでもそれはまた違いますね、そのなんか きっとそういうさ水着をやってください次は絶対にみたいな言う人って、他の子にもそういうメッセージを送ってるのかなって思うけど、まあうん、ド直球にね水着やってくださいって言われるのはね、まあ私はなんだけど、シンプルにちょっと気持ち悪いなって思っちゃうかもしれないそうですね、ちょっとこの鏡を持ちながらね、さっきからこういう話をしてるのが本当におもろいんだけど、そうですねうん、私はねそう思うだけ、一意見ですからあれですけど、鏡、そうこれ鏡です、今でも自分で鏡なんか画面を見て、確かになんか肩が出ててちょっと狙ってる人みたいでやだなって思ったから、まあでもね、どうだろう、私でもそのみんな他のメンバーの水着グラビアとか見るのはすごい好きなんですよ、それはなんかでもシンプルに可愛いし普段見ないし、うん、綺麗だし、なんかまあなんか人それぞれあるじゃん、人それぞれやりたい方向性とかあるじゃん、目指したいものみたいな、そうそう、だからさ、なんて言ったらいいのか、ちょっと言葉が、私はちょっと言葉を紡ぐのが苦手なんですけど、まあそんな感じですかね気持ちが伝わっていたらいいんですけど、あ、この洋服全身で見てみ、あ、そうね、今度しゃべり会できたら写真撮るね、まあ私は今はちょっと水着グラビアとかはまだ今じゃないですかねみたいな感じでスタッフさんにはお話をしているんですけど、わかんない、なんか心変わりというか、なんかそういう
にも挑戦してみたいなって思う時が来るかもしれないしね。はい。そんな感じ。なんかもうグラビアの話しちゃったじゃん。今日のインスタのプリンの今度お友達と行くの、え、行って行って、嬉しい。おすすめ新潟の推しカフェです。素敵です。今日見つけたルノアールがめっちゃ渋かった。ルノアールって基本渋いと思うけど、の中でも渋いってこと、ね、スナイパー見ました。あ、嬉しい。スナイパー見ましただけだとなんかすごい。YouTube のねやつで、そうスナイパー体験みたいな、なんかあの撃ったんですよ。大好き新潟チャンネル。そう、あ、今日カラコンしてる。そう、珍しくねカラコンしてるんですよ。だしすごい久しぶりに引っ張り出したカラコン、なんかグレーみたいな。そうなの、すごいよく気づいてくれたね。なんか休みの日に限って、ていうかなんか私その切羽詰まるとすごい全部できなくなっちゃう人なんだけど、一回だから今日のオフがとっても良い日でした。そう、ゆっくりメイクをしてゆっくり、はい、過ごしてみたいな感じだから。そう、でもこのカラコンはもうめっちゃ前に買ったんだけど、カラコンってだいたい1箱に10個でだから5日分くらい入ってるんですよ。そう、でも1個つけた時になんかうわめっちゃちょっとなんか私今似合わないかもって思ったんだけど、でも今になったら似合うようなメイクをできるのではと思って、今日はこのカラコンに合わせてグレーみたいなアイシャドウとかです。です、ありがとうございます。お休みもプロデュースアクティブに動いてた。そう、そういえば何を隠してる、なんか服が肩が出てる可愛いデザインなのになんか肩が出ててセクシーみたいに思われたくないから隠してます。全身見たらわかる、これは可愛いデザインなんだなって。はい、あのセクシーを安売りしないっていうやつですね。はい。普段からそういう人みたいになるのはちょっと嫌だから。はい。
グラビアをこうやった時に普段見せない表情、なんか今日もさちょっとさなんか大人っぽい表情しちゃったアザーカットをツイッターに載せたんだけど、でもめっちゃ恥ずかしくって、でもせっかくいただいたアザーカットだし、そう、たまに大人っぽい表情もね載せていくかもしれないけど、普段からそういうキャラではないから、はい、そういう担当ではないので私は、っていうことでこんな感じです。だし私の場合多分そんななんかね、あのみんな慣れちゃうから、きっとそのなんか私がさ毎日さ肩出したさお洋服着ててさショールームしてたらさ、最初はさふうみたいな言ってくれるかもだけどさ、だんだんあのきっとねあの慣れてきて、なんかそうドキッともしてくれなくなっちゃうから、グラビアをねやったとしても、そうの太陽のせい、そう暑いよね、めちゃめちゃ暑いのよ世の中、びっくりしちゃう。やばい、左足しびれてきた、キーン、左足しびれてきた、左足裏やばい。そう、私が今日食べたプリンはもうザ・プリンって感じのプリンなんですよ。なんかあんまり甘すぎない、カラメルもちょっと苦めで、もうほんと卵で固めたっていうくらいのザ・プリンって感じの、でもすごい見た目もめっちゃおしゃれで、あと大人のクリームソーダっていうメニューがあって、去年も桃だったかな、去年はそういただきに行ったんですけれども、今年はなんかキウイみたいなのが入ってて、そう可愛かった。電車に乗ってカフェに行くのすごい好きで、そうなんか私電車好きかもしれないんだよね。東京でも、まあ、人が多すぎる電車はあれだけど、なんかでも東京の電車と新潟の電車はまた全然違うよね。なんか東京で電車に乗ると本当にこの電車内にいる人たちもそのもうほぼ一生会わない仲だろうし、まあ会ってたとしても気づかないだろうけど、なんか結構運命じゃないですか。たくさんさ電車の本数があるわけじゃないですか、東京なんて。だし人もたくさんいて時間帯もたくさんなのに、今この電車の中でその隣とか目の前っていう車両もたくさんある中でね居合わせたっていうだけで奇跡だなとか思いながらなんか東京にいると人って本当にいっぱいいるんだなっていう風に思いますね本当に人々ってたくさんいる、うん、なんかだからそんな中知り合った人とのご縁って本当にすごいんだなっていう風に深いことを考えてます。多分その車両の中って一番深いことを考えてる自信がある。はい、新潟はなんか電車に乗っても本当にもう田んぼ道を走ってるから、なんかあ田舎だなって思いながら、黄昏ですね。もう
なんかいいですよね、静かでさ。セミがめちゃめちゃ鳴いてるんです、今の時期とか。もう蒸し暑い中セミが鳴いてて、ああ田舎だなっていう感じが、はい、して、とってもね愛おかし、合ってる、愛おかしだよ。ちょっと眩しくない、どうやって読めるの、おっと、おにぎり食べたい、田んぼでおにぎり食べたい。最近私農業部の活動に行けてないですね、そういえば。うん、セミも今年セミと触れ合ってないですね。セミと触れ合いたいです。何おにぎりがいいか、なんだろう、なんか手作りでのおにぎりとコンビニのおにぎりとはまた違うんですよね。手作りだったら、あでもな、私はでもイクラとかスジコとか大好き、あとたらこも好き、明太子好き。おばあちゃんが作ってくれる おにぎりは明太子の率が結構高いんですけど、明太子好きですね。梅干しも好きです。梅干しは私甘い梅干しがちょっと苦手なんだよね。なんかおばあちゃんの作ってくれるすごいもうしょっぱい酸っぱい塩酸っぱいって感じの梅干し、赤いやつがいい。なんか甘い梅干しはちょっと苦手です。あと鮭も好きです。私はサーモンが大好きだし焼き鮭も大好きなんですけど、はい。でもおにぎりって真ん中にしか具がないから、最初の一口目は米じゃないですか。私最後の一口も大体米じゃないですか。なんかそこにロマンを感じますよね。うん、やっぱりその具を結構一口でパクッといっちゃう人もいれば、めっちゃ大事に大事に真ん中をちょっと残しつつ食べる人もいれば、途中でこぼしてしまう人もいるし、まあ私は子供じゃないんでね、こぼさないですけど。でもコンビニのおにぎりは私はちょっとだけリッチなおにぎりがやっぱり好きですね。ピリピリって開けて横からピリピリって 1,2,3 のステップでやるおにぎりじゃなくって、周りに海苔がついてないタイプ、普通に袋をピリピリって開けるタイプのちょっとリッチなおにぎりはやっぱり美味しいですよね。イクラとか鮭とかのやつワンランク上のやつ、そう。いいですよね。でも毎日さコンビニのおにぎりを買って食べてる人とかはちょっとそれは痛いですよね、きっと。私は痛いと思います。たまに買うからですけど。でも
会社員の方とかお昼ご飯はだいたい近くのコンビニっていう方もいるんだかな。おにぎりにお世話になっている方、でも私はいつか、いつかって何わかんないなんか OL さんになったとしたらお弁当を作って持っていきたいですね。でたまにそのなんか同僚の方とあのランチをする、そういうすごい優雅な充実してる OL さん憧れますね。もうドラマとかでしか見たことないですけど、そういうお昼ランチいいですね。なんか OL さんになってバリバリ働くドラマとか見てると、あーかっこいいってなる。こうなんか女性がすごいこうなんか男性社会の中を強く生きていく系のドラマそう見るとわ強い、強え、かっけえってなるから、やってみたいですね。うん、私でもコンビニスイーツの商品開発とか本気でやりたいなって一時期めっちゃ思ったんですよ。そう、もしかしたらなるかもしれないし、はい、ヒット商品を生み出すかもしれないですよ。プリン担当になるかもしれない。プリン作りたいな。プリンいいですね。プリン作りたい。はるかも、プリン、プリン、でもなんかあざといプリンってどう思いますか？なんかこんなのは絶対に美味しいに決まってるじゃんっていうプリン、なんかすごい私そこに葛藤があるんですよ。なんかめっちゃ甘くってめっちゃクリーミーみたいな、いやこんなの美味しいに決まってるじゃんみたいな。なんか今日食べたプリンはすっごいもうプリンの中のプリンっていう感じだった。でも甘さは控えめ。なんか食べた時の一口食べた時のインパクトが強いとやっぱりなんかそれをこう美味しいとこう評価しがちじゃないですか。私もそうで、やっぱりでもなんか甘党だから私は超絶甘くって、まあ、自分の好みの密度ギュッと系のプリンだとうまーってなるんですけど、でもこんなのさ美味しいに決まってるじゃんっていうプリンもあるじゃん。それをこうなんか落ちた、そう許していいものなのかって思ってる。でだからなんか私がプリンでもあり超絶美味しいし、そのいやこんなのずるいでしょってはならないようなプリンが和三盆プリンとジイチロのプリンです、はい、ルノアールもかも。ルノアールも美味しい。いやなんかわかると思う、多分食べてみたらわかる。なんかいやこうなんかプリン
のその定義がないからあれだけど、これもうプリンと呼ぶギリギリくらいの、他のものともう呼べるくらいのもので、すごいなんかインパクトを残しているもの、プリンという名の、それはプリンなのかっていうところなんですよ。バームクーヘンのジイチロー、そう、バームクーヘンも大好きなんです。ジイチローのバームクーヘンって本当に美味しいですよね。でも私は市販のバームクーヘンも大好きですし、美味しいところのバームクーヘンも大好き。そう、バームクーヘンももう超絶大好きなんです。でもあんなにさ、脂質も糖質もあるようなすごいものはなかなかない。でも美味しいよね、バームクーヘン大好きなんですよね。そう、あ、無印のバームクーヘンとかもね、あれ一本すごい大きいよね。うん、うん、バームクーヘンって美味しい。あと私レモンケーキ大好き。あのレモンケーキって超美味しいよねそう、あとミルクレープ、ミルクレープも超美味しい。もうずるいよ、ミルクレープなんて美味しいに決まってるじゃん。ミルクレープ食べたい。え、ミルクレープ食べたい。うん、あー、お寿司食べたい、焼肉食べたい、あとなんだろう、でも大体そうかも。ハンバーグ、美味しいハンバーグ食べたい、美味しい焼肉食べたい、美味しいお寿司食べたい減ってるのか、いや、お腹今減ってるわけじゃなくって、なんかもうシンプルにお寿司、おしゅお寿司と焼肉食べたい。あとしゃぶしゃぶも行きたいな。あとハンバーグ、あと、あとなんだろう、食べたいもの、なんかもう世の中に食べたいもの多すぎてちょっと思いつかないけど、お魚食べたい。お魚いいよね。うん、でもなんかご飯の話したら確かにお腹空いてくるってこういうこと？そうだよね。牛タン食べたい。牛タン食べたい。やっぱり焼肉食べたいな。じゃあそろそろ終わります急すぎ。じゃあなんかもっといい流れないの？って
って思いますよね。壇上の皆さんをお呼びします。13位クッキーモンスターメガネさん、12位ダメ男さん、11位ヒーさん、10位ヒンジさん、9位サカケンさん、8位イカッチさん、7位モリさん、6位ユララさん、5位てっちゃんさん、4位ヒヨポンさん、3位ふっちゃんさん、2位カンクロウさん、1位ブンセイさんです。ありがとうございました。今日もみんな元気に過ごせましたかね。はい、でも今日ははるかはプリン食べれたので幸せです。イエイ。じゃあみんなまたね。来てくれてありがとうございました。